アルバム、ピース、を引っさげた全国アリーナツアーは8月27日より開催キングプリンスが自身14枚目となるシングル、愛し生きること、を11月8日に発売する。今作は、嘘か本当かわからないものに振り回されそうになるとき、誰しもが身近な人に支えられている。自分にとって大切な存在がいるからこそ、 どんな現実も受け入れて進んでいくことができるというメッセージを込めたバラード曲となっている。また、アルバム、キースを引っさげた全国アリーナツアーが、8月27日開催の宮城赤水ハイムスーパーアリーナを皮切りに12月10日開催の愛知スカイエキスポ、愛知県国際展示場 A ホールまで開催される。ぜひチェックしよう。 リリース情報を2023年11月8日オンセールシングル愛し生きることツアー情報キングプリンスライブツール2023ピース8月27日日曜日宮城赤水ハイムスーパーアリーナ9月30日土曜日北海道まこまない赤水ハイムアイスアリーナ10月1日日曜日北海道まこまない赤水ハイムアイスアリーナ10月10日 火曜日福岡、マリンメッセ福岡栄館10月11日。水曜日福岡、マリンメッセ福岡栄館10月20日。金曜日神奈川、K アリーナ横浜10月21日。土神奈川、K アリーナ横浜10月22日。日曜日神奈川、K アリーナ横浜10月28日。土新潟、時メッセ新潟コンベンションセンター10月29日。日曜日新潟、 ときメッセ新潟コンベンションセンター12月1日、金曜日大阪、アスエアリーナ大阪、大阪市中央体育館、12月2日、土曜日大阪、アスエアリーナ大阪、大阪市中央体育館、12月3日、日曜日大阪、アスエアリーナ大阪、大阪市中央体育館、12月9日、土曜日愛知、愛知スカイエキスポ、愛知県国際展示場、 A ホール12月10日日曜日愛知愛知スカイエキスポ愛知県国際展示場 A ホール